これが証明というものだ。で、例の恋愛実験の進展はどうなってんの、ヒムロ。そうですよ、沖縄合宿で採取したオキシトシンの測定結果戻ってきたんですよね。それが唾液を取り損ねすぎてしまって。検査結果が出るまでにはそれなりの時間がかかる。それならさ、近場にちょっと心当たりがあるんだわ。いらっしゃい。ここは人の欲望をさらけ出し、ぐちゃぐちゃに攪拌して定量する研究所。さあ、あんたたちの体液を見して。君たち二人の愛が僕たちカップルに比べてどれほどのものか、実験を始めようじゃないか。バカな。オキシトシン1038ピコグラムパーミリリットルだと。諦めるのは早いわ、雪村君。俺たちの力がどれほどのものか確かめさせてもらおう。